それではこちらの文献について自然言語処理研究室の金津氏が紹介いたします。まずアブストラクトです。こちらの論文ではフランスの医療資料に対して OCR をかけた時の誤りの検出と訂正を行うというようなものになっています。で、医療資料というものの分野で行うので、あまりコーパスが取れないんですが、そのために少ない訓練データのみを使用して、検出と訂正を行うというような方法を提案しています。で、訓練時に、誤りを、訓練データに注入する2つの異なる方法を考えてそれを比較しています。で、その結果、良い方の方法では 73% の精度を達成することができました。まず続いてイントロダクションです。医療書類のうち古い患者のカルテというものの多くが紙で保管されています。で、この紙で保管されているものの中にはものは医療研究のための貴重な情報源になります。なので、利用しやすいデジタル形式で保管をしたいのですが、その際に既存の OCR の誤り訂正モデルを使用するということからなかなか難しいというような現状になっています。というのもこちらに示しているんですが、既存の OCR の訂正モデルでは訓練データに大量にコーパスを必要とするのですが、個人情報などが含まれていたりするので、その大量にコーパスを用意することができないという問題があります。またコーパス中に、その医療カルテに書かれているその患者を特定できる情報というものが、含まれている場合は削除してからしか利用しないすることができないというような、制約があります。また、かなり古いものも、カルテにあるので、ものによって紙が劣化していたり、時代によって印刷技法が違ったり、そして、テキストの構成が違ったりというような、ものがあります。こういったものによって既存の OCR の誤り訂正モデルを使用することが難しいです。そこで、ドメイン特有の代表的なコーパスのみ、少ないコーパスのみを必要として誤り訂正と検知を行うようなことができるシステムを提案します。で、その提案するモデルがこちらのモデルとなっています。2層の LSTM のレイヤーからなっていて、下の LSTM のレイヤーが、エンコーダーのレイヤー、上のレイヤーが、デコーダーのレイヤーとなるようなエンコーダーデコーダーのモデルとなっています。で、入力がその誤っているその単語の各文字を入力して、出力がその、正しい文字となっています。で、この訓練時に、下の2つの手法のどちらかでノイズを与えます。1番目の方法がランダムジェネレーションといって、その誤らせるか、そしてその誤らせた時の、種類はどのような誤りの種類かというものをランダムに決めます。種類として、具体的には1文字または2文字を、挿入、削除、置換といったような方法で、ノイズを与えます。で、2番目には、実際に OCR をかけたときに、誤りやすいといったような文字列の対を用います。具体的にはこちらの表にあるような、例えば、1というものがある場合に間違えて i というような検出をしてしまったというような、変換、または RR といったものがあるときに M が、M と検知してしまうといったような、このような対を使った変換を行うというような、2つ目の、方法で、誤りを注入します。で、使用するコーパスとしてはフランスの患者カルテのデータセットというものがあり、それを使用します。患者数や書類の数はこちらのようなものになっています。で、こちらを作成するときには市販の OCR エンジンを使って文書化しているので、この中には誤りが含まれています。で、これには患者を識別できる情報が下のもののように、タグに置き換えられていて、例えば、日付であってもこのデートの後の識別子、デートと数字の識別子といったようなこのようなタグに置き換えられています。で、コーパス内のその文章に誤りがあるので、それらの、文章ごとに質を求めて分類しています。で、これでは、アウトオブボキャバラリの割合で、その分類を行っています。で、今回は、このユニファイドメディカルレジシコンフォーフレンチというような、フランス語の医療分野に特有のこの語彙のリストがあって、それに含まれない語、の割合を使って、分類しています。で、こちらの4つの分類があって、エクセレントからアンユースタブルまであるというような分類になっています。で、トレーニングセットでは今回このエクセレントというふうな、
まあ、分類がされたものを使用していて、評価セットにはそのエクセレントとグッドの中からランダムに53個の文章を抽出して、それを手作業で訂正したものを用いています。でその手作業で訂正したものの中には、挿入の誤りが38個、削除の誤りが69個、置換の誤りが349個、含まれているよといったようなものになっています。で続いて実験です。ベースラインはこちらのような手法を用いています。まずテキストを等空間して、その後最短編集距離や後方との単語との置換、後方の単語との結合によって、まあ、正しい単語になっているか、またその正しい単語にするためのその編集距離がいくらかというののスコアを求めます。でそのスコアによってランク付けを行い、最も高いランクのものを回答するといったような手法をベースラインとしています。その結果がこちらの表になります。ベースラインでは、この訂正が 51% できていて、ているということが分かります。でこちらの表から、その実際に OCR の誤りに出てくるようなその、まあ、1と i といったようなそのペアではなくて、ランダムに入れた方が、まあ、良い結果ができるということが分かります。また、そのエラーの種類によって、スコアを見てみると、挿入の誤り、挿入誤りの訂正ができていないことが分かります。でこれがなぜできていないかというのを考察したところ、その誤りの大部分で挿入されている文字といったものが、空白文字が挿入されています。で、まあ、文章の中で空白というものが多数あって、正しく検知することができなかったと筆者は述べていました。コンクルージョンです。フランス語で書かれた患者のカルテにおけるその OCR 誤りの検出と訂正について訂正方法について提案をしました。で学習時にノイズを追加することで、入力文字列のノイズを検出し訂正できるようにしました。ただ挿入誤りの検知において、まあ、良質な結果を得られることができなくて、今後はその文字レベルの出力と単語レベルの情報を組み合わせて全体の精度を向上させたいといったような、フューチャーワークを出していました。以上で終わります。